はい、どうも、おはようございます。12月17日、6時31分の相場解説になります。えー、最初にね、レンジをもう一回測っておきますよ。ここです。で、現在価格、レンジの中に帰ってきましたよね。これもよくあるパターンです。それまでは、このレンジ内で価格を行き来していたんですけども、まあ、ここもね、飛び出したと思ったら帰ってきてますけども、 で、緩やかな上昇トレンドを作りながら、ここを超えて N を作って上昇していきましたよね。で、ここで新しい天井を作って、またレンジに戻ってきました。だからここからまたレンジオプションですよ。このパターン結構ありますよね。ですんで私たちは、ここを取れたかどうかが今回のチャンスになってきましたけども、まあほとんど いないと思います。前回の放送でもお話しましたけども、もう張り付いてる人だけですよ。こんな深夜のニューヨークタイムズで、この値動きが取れたのは。しかも、この値下がりは、そういう人でも取れてないと思います。これはね。うん。これは何が起こったのか、何だっただろうみたいな感じですよね。まあだから基本的にはお話したように、この値動きがずっと横ばいが続いて今年は終わっていくんで、ここは単なるね、 偶然というか、ボーナスというか、張り付いていたらたまたまこれに出会ったってことなんで、これを戦略的に取ることはね、ほとんど不可能ですね、うん。ただ、このゾーンを決めてるってことは、ブレイクは意識できるってことなんで、ブレイクを待ってる人は24時間張り付くってこともあり得ますよ。うん、ただね、そういうことを私はこの、 動画解説の中でお勧すすめしません。張り付いていましょうっていうのは私は言えません。私はある程度張り付いてますけども、深夜3時4時に起きるほどね、皆さんあの、他のことがいっぱいあると思いますんで、これは私だけが取れる、あの、リハバだったと思ってください。えー、この動画解説を見てる方のほとんどは、レンジの中で勝負してますからね。ここね、この私が申し上げた値動きの中でやってますから、もう今年は利益を取るチャンスはないというふうに、 考えてください。それよりも、このレンジを生かして、新年、ブレイクアウトからどのようにね、値動きが始まるのか、こちらの方に思いをさせた方がいいと思います。え、それではね、え、年末いろいろと差し迫って忙しいと思いますんで、まあ、大掃除のある方は大掃除をする、仕事納めに向かう方仕事納めにする感じで、FX その方ので利益を得ようとは思わないことです。え、ぜひね、昨年皆さんに提供した FX の基礎講座、それから中級編、こちらの方をね、またじっくりと、 復習する期間に当ててみてください。じゃあ以上です。